カエルのような都会はどこにもないと思います。同時に、無垢創生と現代性、東と西の混合ものです。ですから、一つの都会にある千年間の歴史を見るチャンスを失わないでください。カエルはエジプトの首都で、またはエジプトの一番大きい都会です。カエルの人口は20約万人です。私のお気に入りの場所の一つです。文化的な場所がたくさんあるので、都会の人が買い物をしたり散歩したり、昔ながらの優雅なカフェに座ったりするのに人気のエリアなので、友達とたくさんの思い出があります。ヨーロピアンスタイルの建物と珍しい通りのレイアウトで有名です。皆さん、こんにちは。モスタファです。今、質問があります。エジプトで最も高いタワーは何ですか？知らないですか？さて、今僕は答えます。エジプトの一番高いタワーはカイロタワーです。このタワーの高さは187メートルです。高いですね。このタワーのデザインはハスのようなものです。このタワーのトップからピラミッドとエタカイロの名所が見えます。カイロの最も特有、大切な名所なのはエジプトの博物館です。ダウンタウンの近くにあります。エジプトの古代遺跡のある最初の博物館で、世界で博物館と名をことを目的として建設された最初の建物です。ありますから、コロナが明けたら来てください。じゃあまた。